アクア愛してるぜ。本作は初めにテラ・ベントゥス・アクアの中からキャラクターを選び、選んだキャラクターで物語の最後まで遊びます。選択するキャラクターによって訪れる場所や出会うキャラクターが異なり、3人のキャラクターすべての物語を最後まで遊ぶことで物語の全容が明らかになります。キャラクターを選んでください。揺るぎない正義感と優しさを併せ持つ少女、軽快な動きと魔法を得意とする。アクアで遊びますか。はい。愛してる。ヘラクス、これよりマスター承認試験を行う。こたびは候補者が2人である。いずれかの優劣を問うものにあらず、キーブレードに選ばれし者としての心のありようが試されるものである。この久しい若きマスターの誕生に際し、幸いなことに遠方よりマスターゼアノートが足を運んでくれた。うん。二人とも心して望むように。はい、はい、では始めるとしよう。うん。最初からキーブレードマスターになれるからいいよね。集中して。はい。でもベン、ここにいたら危ないわ。部屋に戻って待ってて。いやだ、俺楽しみにしてたんだぞ。うん。テラとアクアがマスターになるのを、うん、この目で見届けたいんだ。ベンなら大丈夫だ。俺たちと一緒に修行してきたんだからな。うん。気をつけてねベン。うん。暴走した光の玉を消してる。もう3種類だっか。ちょっとじゃあアクアはさ、せっかくだから魔法とかそういうの使いたいです。フィニッシュ。ナイス。あ、でも動き早いから使いやすいね。うん。あとこいつ最大 HP アップ、マジックウィッシュを覚えた。食いしん坊。コマンドスタイルを変えよう。三角で敵コマンドを使いながらコマンドゲージを最大まで貯めるとコマンドスタイルが変化することがあります。コマンドスタイルには様々な種類があり、使った敵コマンドでスタイルが決まります。不測の事態であったが、いかなる状況においても心を平穏に保てるかを試すいい機会であったゆえ、あえて止めなかった。うん。試験を続けるとしよう。次にテラ・アクアの2人の候補者同士の模擬戦を見せてもらう。はい。勝敗は問わず、能力が拮抗する相手と相対した時こそ心は浮き彫りになる。はい、はじめ。承認試験の結果を伝える。
テラ、アクア共に優秀であったが、こたびはアクアをマスターとして承認する。うん、テラは心の闇を制する力が不十分であると判断した。さらなる修行と精進に期待する。以上だ。はい。アクアはキーブレードマスターとしての心得を伝えるゆえ、しばしここで待つよ。テラ。俺はテラも。うん。俺の心に闇。どうだ、ベントスは。まだ全然だ。俺が鍛えてやらないとな。うん。ここではやめておけ。奴に感づかれると面倒だ。わかってる。あいつにも旅をさせてやろうと思ってるんだ。すまない、一人にしてくれ。であるからして、キーブレードマスターたるもの、良識を持って。何事だ。ん、何があった。わからない。ベンは何をしてるの。では私の弟子たちを調査に向かわせましょう。うん、承知いたした。失礼する。私の古い友人イエンシット、マスターから身を引いた後、絶えず光と闇の動向に目を向け、我々キーブレードの使い手の進むべき道にしるべを与えてくれている。そのイエンシットからの報告では、光のプリンセスに脅威が迫りつつあるという。しかもその脅威は闇だけにあらず、言うなれば負の感情にのみ芽生え溢れ出す存在。イエンシットはこれを生命に精通しないもの、アンバースと称した。キーブレードの使い手として光に侵食し闇との均衡を崩そうとする脅威、アンバースを放ってはおけない。またこの矜持を伝えようとしたが、マスターゼアノートとの連絡が途絶えた。この事態と無関係ではあるとは思うが、嫌な予感がする。マスターゼアノートは。そこでお前たちには事態の収拾に努めてもらいたい。アンバースの討伐とマスターゼアノート捜索だ。異空の回廊を開いておいた。本来行き来ができない外の世界に通じる禁断の道で、多用すれば心を闇にとらわれるが、鎧がそれを守ってくれ。また世界の秩序のために他の世界のことは他言してはならぬ。それでは心して頼んだぞ。はい。はい。テラ、こたびの任務の働きいかんでは、マスター承認を再考したい。私はお前を本当の息子のように思っている。できることならばすぐにでもマスターの称号を与えたい。だがお前は力にこだわりすぎるのだ。テラよ、敗北を恐れてはいかん。恐れが力に執着させ、執着が闇を呼び込む。忘れてないぞ。それもあるよね。ありがとうございます。そのお気持ちに必ず応えてみせます。頑張ろうぜ。では
私も出発します。待て、お前にはもう一つ最優先の任務を、いや頼みがあるのだ。何でしょう。この任務でテラにもマスターの称号を与えたい。うん、それは事実。しかしあやつの中に潜む小さな闇には底知れぬものを感じた。万が一テラが闇に落ちそうになってしまったら、直ちに私のもとに連れて戻ってくる。お前たち誰一人闇に奪われたくはないのだ。なるほどね、ここでこう言われるのか。私がテラを闇などに奪わせません。うん、マスターとしてふさわしくなったテラと共に堂々と戻ってまいります。切ないね、これがだから戦うわけだからね、テラはマスターと。テラが闇に落ちるはずない。ベンテスとディメンションリンクできるようになりました。ディメンションリンクを使いこなそう。3ページあります。リンク中は、リンクした相手のコマンドを使うことができます。十字キーの右でリンクする相手のメニューを出します。ディメンションリンクを行うと、D リンクが消費され、なくなるとディメンションリンクが解除されます。ディメンションリンクを行うと HP が全回復します。D リンクゲージは、D リンクプライズを集めると回復します。リンク中に敵を倒すとシンボルマークをドロップすることがあります。シンボルマークを集めるとディメンションリンクが強化されます。テラとディメンションリンクできるようになりました。